古代の日本人は文字を持ちませんでした。中国から持ち込まれた漢字が日本で一般的に使用されるようになったのは6世紀以降だと言われています。そのためそれ以前の日本の歴史はリアルタイムには日本には残されておらず、古代日本の姿を知るためには中国側に残された日本に関する記載を見るしかありません。そこで今回は中国の書籍に残された日本の記述から古代の日中関係と日本古代史最大の謎とされる邪馬台国や卑弥呼、そして倭の五王について見ていきたいと思います。この動画の内容はまず最初に最古となる漢時代の書籍を見て、次に最重要書籍と言われる魏志倭人伝を詳細に見ていきたいと思います。その中に出てくる真偽倭王に隠された謎を考えつつ、邪馬台国の位置について考察してみたいと思います。そして卑弥呼の死後から大和王権の確立まで、日本に関する記載がなくなる空白の4世紀の謎に迫りつつ、日中古代史の中で魏志倭人伝に次ぐ重要書籍となる中国の南北朝時代の僧侶に現れる倭の五王の記載を確認しつつ、倭国として最後の権威となる遣隋使遣唐使までを見てみたいと思います。そして最後に最も気になる僧侶に現れる倭の五王は誰だったのかという謎と、日中古代史最大のミステリー卑弥呼について迫りたいと思います。最も古い漢王朝時代の書籍漢書地理史。中国の正史で初めて倭国の記述が出てくるのは西暦90年頃、五漢の時代に漢語により完成した全漢の歴史書である漢書の一節で、各地の地理的叙述を行っている地理史と言われています。楽浪郡の先の海の中には人がいる。百余国に分かれており、定期的に贈り物を持ってやってくる。当時漢王朝は朝鮮半島の北部を支配していました。そこに設置していた楽浪郡より先の海を越えたところに和人がいて、100余りの小国が分立しており、楽浪郡に使者を定期的に派遣して貢ぎ物を献上していたと記載されています。非常に短い記載ですが、これが日本に関する中国正史の最古の資料となります。短いながらも当時の日本はまだ統一された国家でなかったことが読み取れます。五漢書統遺伝。その後五漢の歴史を描いた五漢書の統遺伝にも1から2世紀頃の和の様子が記載されています。ちなみにこの五漢書が書かれたのは五漢の時代ではなく、後の南北朝時代の南朝の宋の時代5世紀頃に書かれたものであり、この後紹介する三国志よりも後の時代に書かれた書物となります。そのためこの書物は有名な魏志倭人伝を参考に倭国の様子を描いたのではないかとされています。57年倭の名国が貢ぎ物を持って五漢へやってきた。使者は自らを大夫と称した。名国は倭の南方に位置し、皇武帝は使者に官職を与えるための印鑑を授けた。107年倭の国王である水晶たちが奴隷160人を献上して安定との謁見を求めた。霊帝の治世、倭国は大いに乱れ、国々が戦い合って国を治める者がいなかった。このように西暦57年に名国の使者が洛陽に赴いて、五漢の初代皇帝である皇武帝から印章を授けられたと記載されています。この記載は長い間書物上のものでしたが、江戸時代に現在の福岡県の鹿の島で漢の倭の名の国王と刻まれた金印が発見され、この記載が本当であったと大きな話題になりました。しかし現在に至るまでこの金印の真贋については議論があり、刻印に五漢時代にはなかった技術が使われているため偽物ではないかというように偽物説も根強くあります。また107年には倭の国王である水晶らが160人の奴隷を安定に献上したという記載もあります。この水晶は初めて書物に登場する日本人の名前と言われていますが、人名ではなく役職名という説もあります。また先に出てくる金印をもらった名国との関係もよく分かっていません。名国の王もしくは別の書物にある面徳国の王で、その他の国の王たちと一緒に面会を願い出たのではないかとも言われていますが、定かではなく安定との面会を求めたものの、本当に安定と会えたかは記載がありません。余談ですが、歴史上最初に名前が出てくる日本人は誰かというような問題がクイズ番組でたまに出ますが、水晶が正解となり、卑弥呼は2番目に出てくる日本人名となります。その後倭国では大規模な内乱が発生したとありますが、詳細は分かっていません。当時の倭国の様子や風俗の詳細がこの書物が参考にしたと考えられる正史三国志の魏志倭人伝に書かれていますので、そちらを見てみたいと思います。三国時代の書籍魏志倭人伝を見る。三国志の魏豪職が統一されて新王朝が建国された後に描かれた陳寿の正史三国志の魏書の中に、慣習的に魏志倭人伝と呼ばれる文章があり、その中に卑弥呼や当時の日本の詳細な様子が出てきます。正式な名称は三国志の中の魏を扱う魏書第30巻右岸戦費統遺伝の中の統遺伝の和人の城というややこしい名前になります。ちなみに魏志倭人伝には少し知っておくべき時代背景がありますので、先に紹介しておきます。漢王朝の末期、王室が力を失うと各地に軍用が割拠することになり、
この時、魏、呉、蜀のみが中国をきれいに三分割したと思われがちですが、実は北方の遼東半島あたりを公孫氏が支配していました。漢王朝時代には洛陽軍、大宝軍が置かれていましたが、この地域を遼東公孫氏が占領して反独立国家を打ち立てていました。当時の倭国は朝鮮半島から中国に至るルートをこの公孫氏に阻まれて公孫氏に朝貢していましたが、238年に芝居がこれを討伐し、漢王朝を引き継ぐ魏王朝に朝貢できるようになりました。この真の酵素である芝居が公孫氏を討伐したという部分が非常に重要で、この遼東公孫氏の討伐は芝居の大変重要な功績とされました。というのも、芝居の討伐により妨げられていた朝鮮半島や倭の諸国が中国の文明と皇帝の徳を仕立て朝貢するようになってきたという中華思想を前提に描かれているため、芝居の功績をより大きなものにするため倭国の場所を改変し、風習についてもかなり好意的に持ち上げて書いているのではないかと言われています。このように少し注意してみなければいけないのですが、この魏志倭人伝は古代日本の様子を最も詳しく伝える一級の書物として古来大変重視されてきました。非常に長いため重要な部分のみ効率的に紹介していきたいと思います。大宝軍から倭に到達するには海岸に従って遂行し、韓国を経て、あるいは南へ、あるいは東へ進み、その北岸の区や韓国に到達する。大宝軍から7000より、初めて一海を渡ること1000よりで対馬国に着く。また南に一海を渡ること1000より壱岐国に着く。また一海を渡ること1000よりで末路国に着く。東南に陸行500里で糸国に着く。世に王がいた、皆は女王国に盗賊していた。大宝軍の使者が往来し常駐する場所である。東南の那国まで100里、投降して文国まで100里、南の東馬国に行くには水行20日、南に進むと邪馬台国に到達する。女王が都とするところで水行10日、陸行1月。ちなみに魏の一里は400メートルほどであったとされますが、魏志倭人伝の一里はなぜか短い100メートル程度となっており、古来この距離が議論の対象となってきました。またとても有名な話ですが、この道順通り行くと日本よりはるか南の海の上になってしまい、これがまた邪馬台国の場所論争を引き起こす原因となっています。7万横ばかりがある。ここから計算して1個3人強とすると人口は30万人ほどということになります。ちなみに当時の日本の全人口は60万人と推定されており、邪馬台国がその半分を占めることになるため、かなり大きな数字となります。これは芝居の功績を誇張するために必要以上に大きくされたと言われています。和では男子は成人も子供も皆顔や体に入れ墨をしている。昔から和の使いが中国に来るとき皆大夫と称する。花王朝の6代の王昌光の子無用が海警軍に奉ぜられたとき断髪し入れ墨し、海中に潜む光流の害を避けたという。今和の水人は海中に潜って魚やハマグリを捕らえ、体に入れ墨して大魚や水鳥から身を守ってきたが、後にはやや飾りとなった。さて、ここでいきなり四季の花王朝の記述が引用されています。中国では古来から和は中国古代王朝の末裔という伝説があるため、ここでその関係が引用されますが、これはまた別の動画で紹介することとして、今回はさらに先を見ていきたいと思います。和の風俗は折り目正しくきちんとしており、男子は皆冠をかぶらず木綿の布で頭を巻き、衣は幅広い布をただ結び束ねるだけで繕うことはない。婦人はおさぎや曲げを結ったりして、衣は一重のようにし、真ん中に穴を開けて頭を通して着るだけである。和人を持ち上げた後、当時の衣装や髪型が紹介されています。この文章から我々がよく見る古代日本人のイラストが描かれますので、皆様も頭に浮かぶと思います。その地に牛、馬、虎、豹、羊、カササギはいない。兵器には矛、盾、弓を用い、弓は下を短く上を長くし、竹の矢には鉄属や骨属を用いる。和の地は暖かく、冬も夏も生野菜を食べる。人々は裸足で生活している。家屋を建て、父母兄弟はそれぞれ別の部屋で生活している。朱や炭を体に塗るのは中国でおしろいを用いるようなものだ。飲食には高槻を用い手づかみで食べる。死ぬと棺に納めるが、核は作らず土を盛り上げて塚を作る。死んだ時差し当たって14日は喪に服し、その間は肉を食べず、喪主は声を上げて泣き、他人はその周りで下部飲酒する。埋葬すると一家を挙げて水中でみそぎをし、中国で一周忌に蓮衣を着て沐浴するのと同じようにする。この文章の10日間喪に服するというあたりも、中国の儒教の思想をよく守っている文明国であるということで、和人が意図的に持ち上げられている部分と言われています。実際には儒教が日本に普及するのはまだまだ後の時代となります。
その通俗の行事や旅行に際して何かしようとすれば、骨を焼いて吉兆を占い、まず占うところを告げ、その解釈は中国の鬼木の法のように、火で焼けたひび割れを見て兆しを占うのである。その集会や居住の際には、不死男女の区別はなく、人々は将来酒が好きである。人の寿命はあるいは100年、あるいは80から90年で、その習俗は支配身分の者は皆4、5人の妻を持ち、一般の村民でも2、3人の妻を持っている。婦人はみだらではなく、嫉妬もしないし盗みもなく争い事も少ない。法を犯せば軽いものは宰相を没収され、重いものは家族と一族が殺される。身分の上下の秩序はよく守られ、十分に信服している。租税不益を納め、そのための蔵が建てられ、国々には物資を交易する位置がある。身分の低い一般の村民が支配身分の者と道で出会うと、後ずさりして路傍の草むらに入る。これに言葉を伝え、またことを説明するには、うずくまったりひざまずいたりして両手を地につけ、尊敬の意を表す。その時の受け答えの声を愛というが、中国で言えば承諾の意味と同じことだ。その国は元は男子を主としていたが、7から80年ほど前は国が乱れ、何年もお互いに攻め合ったので、諸国は共に一女子を立てておうとした。これを卑弥呼という。呪術を行いよく人々を惑わせた。すでに年を取っていたが夫を持たず、弟がいて政治を補佐した。王となってから彼女を見た者は少なく、1000人の女性がその身辺の世話をして、ただ一人の男子が飲食を窮し、女王の言葉を伝えるのに異挙に出入りした。宮殿物見櫓上作などは厳重に設けられ、常に兵器を持った人々がこれを守衛していた。その後、魏志倭人伝では、魏と倭国の使者のやり取りや贈り物の歴史が続きますが、魏志倭人伝の最も重要な部分が出てきます。それが魏の皇帝の言葉で、何時の国は遥か遠いのに、使いを使わし直行したのは、何時の我に対する忠厚の表れで関心なことである。今何時を真偽は王に任じ、金印紙帖を与えることにし、それを放送して大宝大衆に託して何時に授けることにした。何時は和人を水伏し、我に好順をなせ。という部分になります。和は真偽は王という大変格の高い金印を授けられることになります。これについては後ほど詳細に当時の中国の時代背景をご紹介したいと思います。魏志倭人伝に描かれる卑弥呼の最後だけ先に見ておきましょう。その後卑弥呼が死んだ。王入塚を作り、その刑は100歩余りで、殉葬された抜きは104人であった。和では女王の死後、男王を立てたが、国中が服従せず、互いに殺し合い、この時1004人が殺されたという。そこでまた卑弥呼の一族の13歳の徒陽を立てて王とし、国中がようやく収まった。魏志倭人伝の内容は以上となりますが、これを見ると当時の日本がどのような社会だったのか、その情景が頭に浮かぶように詳細に語られていると思います。まだ日本が独自の文字を持っていなかった時代の一次資料にあたり、古来第一級の資料とされてきたのが、読んでみると改めて理解できます。ちなみにその後、魏に代わった秦に使者を送ったところで、邪馬台国に関する記録は途切れ、その後邪馬台国や豊がどうなったのかわからなくなります。ちなみに余談ではありますが、邪馬台国は昔、大和国と読むのが一般的であったようです。江戸時代の国学者、元織宣長が、天皇に続く大和王権は中国に朝貢などしないという立場から、邪馬台国は九州の別の部族であったとして、大和朝廷を連想させる大和国ではなく、邪馬台国に読み方を変えた、などと言われたりもしますが、これは全くのデマのようです。どちらにしても、昔は大和国と読まれていたものが、いつからか邪馬台国と読まれるようになったようです。真偽は王に隠された謎。ここで真偽は王にまつわるミステリーについて少し解説したいと思います。そもそも真偽は王と言われてもどれくらいの重みがあるのか、その意味するところがよくわかりませんので、そこら辺をわかりやすく解説したいと思います。最初にこの真偽は王の真偽という称号は、軍事的にとても重い意味を持つ重要な国にしか与えられませんでした。この真偽という称号が魏から与えられた国が、実は倭国以外にももう一つあります。それが倭国と反対にあった西の大月氏国です。この時代に西方を治め、蜀の諸葛亮の侵攻を食い止めていたのが、当時司馬よりも上位にあった大将軍の宗信になります。この宗信は大月氏国を魏へ朝貢させ、喜んだ魏の第二代皇帝宗英から大月氏国に真偽大月氏王の称号が与えられます。さて、どうしてこの二国にこの称号が与えられたかというと、大月氏国は蜀の後方に位置し、倭国は当時呉の東に存在し、呉を攻撃できる位置になると考えられる戦略的にとても重要な二国だったからです。ここから重要な二つの情報を得られることになります。一つ目は、この蜀の後方に位置する重要な真偽大月氏国のエピソードは、陳寿の正史三国志の中には出てきません。
これはなぜかというと、正史三国志があくまでも新王朝を正当化する文脈で書かれているため、この芝居の両党公孫氏討伐とその結果の倭国の朝貢に匹敵し、場合によっては凌駕するほどの宗信の大月四国朝貢の業績は陳寿に意図的に省略されたのではないかと言われています。そして重要な情報の2つ目は、陳寿が魏志倭人伝における倭国の位置を意図的に歪曲したのではないかという事実です。というのも、倭国の朝貢は芝居の功績であり、その倭国は呉の東方に位置する戦略上重要な国であるということを強調する必要があったからです。ちなみに呉の孫権は両党公孫氏と同盟を結び、実際に南北から魏を攻撃しようとしており、これを察知した芝居が両党公孫氏を徹底的に討伐したという歴史的な事実があり、その流れで今度は逆に芝居のおかげで呉の後方に位置する倭国が朝貢してきたというのは政治的に大きな意味を持ちました。ちなみに和の位置はわざと曲解したのではなく、本当に勘違いされていたのではないかという意見もあるのですが、早馬の目を抜くような混乱の時代、情報は高度に発達していたと考えられ、それくらいの簡単な調査を魏が怠っていたとは考えにくいため、やはり意図的に改病された可能性が高いと言われています。邪馬台国の位置は、このように考えると倭国への道順は陳寿により意図的に南に向けられており、方向がいじられている可能性が高いとされます。ここでもう一度魏志倭人伝の倭国の場所に関する記述を見てみたいと思います。大砲軍から和に到達するには、海岸に従って遂行し、韓国を経て、あるいは南へ、あるいは東へ進み、その北岸の久屋韓国に到達する。大砲軍から7000より、初めて一海を渡ること1000よりで対馬国に着く。また南に一海を渡ること1000より、壱岐国に着く。また一海を渡ること1000よりで松露国に着く。東南に陸行500里で伊都国に着く。世に王がいた。皆は女王国に盗賊していた。大砲軍の使者が往来し常駐する場所である。東南の那国まで100里、投降して文国まで100里、南の東馬国に行くには遂行20日、南に進むと邪馬台国に到達する。女王が都とするところで遂行10日、陸行1月。注意して読むと、前半は全て里という距離で書かれているのに、東馬国から遂行何日という表記に変わっています。これが意図的に改変された合図になっており、南となっている方角が実際には東の瀬戸内海を抜けて奈良に行くルート、もしくは北の日本海沿いを進んで越前のあたりから奈良を目指すルートなのではないかと言われています。北の日本海ルートである場合、邪馬台国福井説というものまで飛び出してますます混乱することになります。ちなみに公平を期すために九州説の場合を言及しておくと、九州説の場合は方角は正しいが日数が改ざんされていると主張することになります。この場で邪馬台国がどこにあったのかを論じることはやめておきますが、現在の状況では場所を断定することは難しい状況となっています。書物の研究はすでに多角的に行われているため、今後は考古学的な新発見が出るのを待つしかありません。空白の4世紀の謎に迫る。魏志倭人伝の後、中国の史書には日本に関する記載がなくなります。そのため、最後の記載が確認される266年から410年頃まで、日本の記録が書物からなくなる空白の150年、空白の4世紀と呼ばれます。この間に日本では邪馬台国が消滅し、今の日本の生態にもつながる大和王権が確立されたといいますが、その権力の変遷の詳細は謎のままとされています。この時代の日本では、全国各地で様式がほぼ同一の前方後円墳が作られるようになったということで、全国的な政治的ネットワークが成立した1世紀であると言われています。また、祭祀用として用いられていた青銅器の銅鐸が減少し、鉄器が普及していきます。合わせて魏志倭人伝に記載のあった入れ墨の習慣が姿を消したと言われています。4世紀当時、日本はまだ自らの歴史を文字として残す段階まで文化が発展しておらず、8世紀になって日本最初の正史である日本書紀が著されますが、6世紀以前の内容は神話的であり、これをそのまま史実とすることはできません。では中国に日本に関して書かれた書物がないのかと探してみると、中国は自国のみならず周辺諸国の歴史も書き残すほど歴史を文字として残すことに情熱を持った国でしたが、3世紀の魏志倭人伝と5世紀の僧正の間の約150年間、日本に関する記述は残っていません。中国でどうしてこの時期の日本に関する書物がないのかというと、中国もこの時代は五胡十六国と呼ばれる混乱の時代で、日本に構う余裕がなかったからだと言われています。北方の異民族が華北に入り乱れて、秦の統一が短期間で崩れた戦乱の時代にあたり、中国側には日本に関する信頼できる記述はほぼ見当たりません。ちなみに、この空白の4世紀の謎を秘めた場所が日本には存在するのですが、発掘調査を行うことができない聖域として残されています。それが仁徳天皇陵などに代表される古墳群なのですが、調査は厳しく制限されています。では当時の日本がどのようであったのかを知る手がかりが全くないのかというと、そんなことはなく、
奈良県の磯の神神宮に伝わる国宝七支刀と、中国吉林省に残されている中国東北部から朝鮮北部を支配していた高句麗の第19代の王である高海道妃に刻まれた文字から手がかりを知ることができます。高海道王妃は高海道王の功績を称えるため、この長寿王が414年頃に建てたものとされ、日本の空白の4世紀を埋める一次資料としてとても重要なものと言われています。それでは高海道王妃のうち倭国に関連する部分を見ていきたいと思います。そもそも新羅百済は高句麗の族民であり朝貢していた。しかし倭が391年に海を渡り、百済から新羅を破り臣民となしてしまった。399年百済は千年の誓いを破って倭と和通した。そこで王は百済を討つため平城に出向いた。ちょうどその時新羅からの使いが、多くの和人が新羅に侵入し、王を和の臣下としたので高句麗王の救援をお願いしたいと願い出たので、大王は救援することにした。400年5万の大軍を派遣して新羅を救援した。新羅王都にいっぱいいた和軍が退却したので、これを追って三真からに迫った。404年我が大宝地方に侵入してきたので、これを打って大敗させた。古来日本の古事記や日本書紀には神宮皇后による三冠征伐の物語が出てきますが、この頃の記述は神話的で史料的な価値が疑問視されるものでもありました。しかし高海道王妃の記載にも同様の記述があることにより、どうやら空白の4世紀に日本はなぜか朝鮮半島の諸国と戦っていたことが分かっています。当時朝鮮半島南部には加野諸国という小国家軍があり、子供の頃に美馬な日本府があり、日本が朝鮮半島南部を統治していたというように習った人もいるかもしれませんが、これは現在ではあまり教科書には出てきません。今回はここら辺を深く議論するつもりはありませんが、客観的な事実を踏まえると、当時の日本は朝鮮半島南部の加野諸国や百済から鉄を輸入しており、高句麗の南下により百済が滅ぼされるとその権益が脅かされると恐れて、百済と軍事同盟を結んだという説が有力に思えます。よって倭国が朝鮮半島南部に何らかの権益を持っていたのは間違いなさそうです。この高海道王妃については韓国では、倭が391年に海を渡り、百済から新羅を破り臣民となしてしまったという部分が一般的に否定されており、日本が中国東北部を占領した際に石碑を開廟したと信じられていました。しかし2006年に中国の社会科学院が1881年日本占領前に作成された現存最古の拓本をもとに石碑が開廟されていないことを発表しました。ちなみに国宝の獅子草は高句麗と争っていた百済が倭国と同盟した際にその証として倭王に送ったものだとされます。刀身には作成された経緯と倭と百済の同盟が末永く続くようにという文字が彫られています。このように日本の空白の4世紀に関する信頼できる書物は残されていませんが、当時の倭国を取り巻く国際情勢をある程度は把握することができました。ちなみにここからは全くの余談なのですが、東京大学名誉教授の江上南明が戦後間もない1948年に提唱した大和王権騎馬民族征服王朝説があります。これは空白の4世紀に中国東北部の不要系騎馬民族が朝鮮半島を経由して海を渡り日本の大和朝廷となったという説で、大変な議論を巻き起こしました。超簡単に説明すると、空白の4世紀の間に起こった古墳の変化に注目し、前期の古墳文化と後期の古墳文化は根本的に異質なものであり、前期の古墳が弥生文化を引き継ぐ農耕的で祭祀的なものであったのに対して、後者は王侯貴族的騎馬民族文化的であり、その広がり方は武力による征服支配を暗示しているというものになります。広告士官がまだまだ強かった1948年に発表されたため、大変な議論を巻き起こし、同時に歴史ファンの心をわしづかみにしましたが、やはり状況証拠からの類推という側面は否めず、現在まで定説となるには至っていません。ではなぜここで紹介したかというと、私が最も好きな漫画の一つ、手塚治虫の火の鳥黎明編がこの説を採用しているためです。残念ながら未完となっていますが、普通の漫画より十分面白いので、興味があればぜひ読んでみてください。中国の南北朝時代の書籍、草状を読む。清王朝の崩壊以降の乱世で漢王朝伝来の漢民族文化を比較的温存したと言われるのが南朝の宋で、宋朝倭国伝に日本に関する記載が再び現れます。ここに421年から倭の五王の剣士が南朝の宋に朝貢していたことが記載されています。倭の五王の朝貢は419年に東晋から禅譲を受けて建国された宋が、当時日本のライバルであった高句麗や同盟関係にあった百済を鎖国していたことに対して、朝鮮半島諸国に対抗するため宋から有利な地位を得るため倭王の三が150年ぶりに朝貢を行ったものであると言われています。これも少し長いので内容の要約を見てみたいと思います。倭国は高句麗の東南の大海の中にあって、代々我が国に朝貢してきた。425年三王はまた芝の宗達を派遣して上表軍を建て祭り、特産物を献上した。三王が死んで弟の陳王が即位し、使者を送って朝貢してきた。
自ら指示せず、都督、和、百済、新羅、美名、新官、母官、六国諸軍事、安東大将軍、和国王と名乗り、上表文を奉って正式に任命されるよう要望してきた。文帝は勅命を下して安東将軍、和国王に任命した。443年、和国王の西王が使者を送って朝貢してきた。そこで安東将軍、和国王と任命した。451年、指示せず、都督、和、新羅、美名、から、新官、母官六国諸軍事の称号を加えて、安東将軍は元のままにした。西王が死んだ。世継ぎの皇王が使者を使わして朝貢してきた。462年、皇武帝は、和王の世継ぎ皇王はこれまでと変わらず忠心を示し、我が国を守る外界の垣根となり、我が国の文化に感化されて辺境を守り、うやうやしく朝貢してきた。皇王は先代の任務を受け継いだのだから、釈号を授ける。安東将軍、和国王と称号せよ、と勅命を下した。皇后が死んで弟の武王が即位した。自ら指示せず、都督、和、百済、新羅、美名、から、新官、母官、七国諸軍事、安東大将軍、和国王と称した。478年、我国の武王は使者を送って上表文を献じて、報告である我が国は偏遠の地にあって、外の垣根の役割をしています。我が国は先祖代々宗国に入庁するのに稚拙を誤ったことはありません。私は愚か者ではありますが、かたじけなくも先祖の偉業を継いで、統治する人々を率いて天局である宗国に帰順しています。通う道は百済を通って線路です。ところが高栗は無道者で、百済を飲み込もうとして国境の人民を略奪し、殺害しています。もし皇帝の徳によって我らを援護していただければ、この強敵をくじき、地方の乱れを収め、祖先の偉業に劣ることはありません。そこで順帝は武王を指示せず都督、和、新羅、美名、から、新官、母官、六国諸軍事、安東大将軍、和王に任命した。僧正は中身の詳細よりも、まずその将軍位に注目してみたいと思います。当時の高栗は最初、僧から正統将軍として作法され、後に正統大将軍、社稷大将軍、表記大将軍と位が上がっています。また百済王は最初、鎮東将軍に作法され、後に鎮東大将軍へと昇進しています。最初の3は僧から何かしらの作法を受けていますが、詳細は不明です。次の鎮は、施設届くは、百済、新羅、美名、新官、母官、六国諸軍事、安東大将軍、和国王を自称して、これを僧に認めるように求めましたが、認められたのは安東将軍、和国王という称号のみでした。この安東将軍というのは、当然和国が求めた大将軍よりも位が下で、高栗や百済が持っていた将軍よりも下位のものでした。和国が求めた将軍は高栗と百済よりも下でしたが、一方諸軍事という百済や新羅、美名など、朝鮮半島南部の国の軍権を求めていました。しかしこれは拒否されたことになります。その後清の時代に和国が求めた諸軍事の位が認められ安東将軍から安東大将軍に信号することになります。ちなみに漢の時代の将軍位のランキングを載せておくと最も位が高いのが大将軍位ですがこれは外国に与えられることは基本的にありません。その次に偉いのが表記将軍、社稷将軍、英将軍の順番になりその他に正統将軍、正政将軍など至政将軍が続き鎮東将軍、鎮西将軍など四鎮将軍があります。この表記将軍や社稷将軍、至政将軍、四鎮将軍の中で特に功績が多いものは社稷大将軍など将軍の前に代がつくことがあります。さらにその下に前後左右将軍があり四安将軍、四平将軍と続きます。日本はここに位置していました。その下には中英将軍、新武将軍などの雑号将軍が続きます。このように将軍位だけを見ると高栗や百済の官位が和国より上であったことがわかります。そのため朝鮮半島諸国より上位に立とうと七国諸軍事の位を別途求めていたことがわかります。ここからも和国の朝鮮半島における利権争いが本格的なもので古代の日本すなわち和国が朝鮮半島において何らかの利権を争っていたことがわかります。遣隋使と遣唐使の時代。5世紀になると中国から漢字が伝来し日本で一般的に使用されるようになってきました。また6世紀になると百済を経由して五経博士が渡来して儒教が伝わったと言われています。また仏教もこの頃伝来し有名な蘇我氏と物の部氏の武力闘争に発展することになります。これ以降の日中の歴史は比較的有名で古代というよりも中世に近くなってくるので遣隋使遣唐使のみを簡単に振り返ってそこで終わりにしたいと思います。和の五王が朝貢した宋が滅亡した後途絶えていたと考えられる日本と中国の関係は589年に隋が中国を統一すると再開されることになります。久しぶりの統一王朝となる強大な隋の登場は当時の東アジア一帯の国際情勢を緊張化させ南で中国と接するベトナムはいち早く隋に使者を送り東北の高栗は隋の侵攻に備えて軍備の強化に動きました。また隋は仏教を厚く保護したため地域の仏教熱が一気に高まりその影響を受けて日本も仏教を受容していくことになります。直接の日中交流がない期間
日本は同盟国であった百済から大陸情勢と文化を間接的に受容していましたが、隋の登場により直接の交流を画策するようになりました。背景には雄略天皇の死後揺れていた天皇の権力がやっと落ち着き、蘇我氏と物部氏の抗争が蘇我氏の勝利でようやく収まり、日本国内の政治情勢が安定していたことも大きな要因と言われています。このような背景のもと、600年に日本初の女性天皇となる33代推古天皇のもと、皇太子摂政として政治を取り仕切ったかの有名な聖徳太子により、約100年ぶりの使者となる遣隋使が派遣されました。この遣隋使は倭の五王が送った南朝の遣公、現在の南京ではなく隋の首都で、中国歴代王朝の首都でもあった大皇城、つまり長安に至ります。この時使者が初めて見た当時の中国の文化の中心であった長安の風景はさぞかし壮麗で、ここに倭国は強い危機感を抱くことになります。使者が持ち帰った情報をもとに、聖徳太子は603年に冠位12回、604年に17条憲法を制定し、中央集権国家を作り上げていくことになります。そして607年に聖徳太子は再び遣隋使として小野妹子を派遣し、有名な非いずるところの天使、非没するところの天使に書をいたすのエピソードが生まれます。非いずるところ、非没するところという言葉から、日の出の勢いの日本から落ち目の中国へという解釈がなされてきましたが、現在ではこれは単純に東と西という方角を表した言葉ではないかとされています。中国の皇帝と同列の天使という言葉を使っていたことに加えて、ここでポイントとなるのは書をいたすという部分になります。主従関係を表す正式な文章である場合、臣下である倭国王が申し上げるという書き出しで始まるのが一般的ですが、この書をいたすというのは完全に同列であることを主張しており、同時代では北方で盛況を誇り隋と対等を主張した突厥しかこのような文章を隋に送っていなかったとされています。これを受け取った隋の煬帝は、このように無礼な書類を自分に見せなくてもよいと怒ったとされています。隋が滅びると引き続き唐にも使節が送られ、留学生や僧侶の派遣などが行われました。遣隋使遣唐使は倭の五王の遣使とは異なり、作法を求めなかったため朝貢ではなかったと言われることがあります。事実この頃、倭国には独立国としての自負と朝鮮半島の利権を背景とした小中華思想のようなものがあったのではないかとも言われます。618年に建国された唐は瞬く間に世界帝国として盛況を誇るようになり、663年には唐が朝鮮半島に介入し、新羅と組んで百済を滅ぼすと、百済の復興を目指した日本と百済の連合軍との間に白村江戸の戦いが発生します。ご存知の通り、これは日本の大敗に終わり、日本の朝鮮半島における利権は消失することになります。その影響を受けて日本の政治は混乱し、672年には日本古代史で最大の反乱といわれる人心の乱が発生します。遣唐使はその後も天皇の代替わりのタイミングで1代1回のタイミングで送られ、合計20回ほど派遣されます。空海や最澄など有名な話はたくさんありますが、特に注目すべきは702年に派遣された遣唐使となります。この時唐王朝はちょうど則天武功の治世にあたり、当時の中国の国号は唐ではなく周でした。この遣唐使が注目されるのは、倭国が国号を倭から日本とすることを願い出て則天武功に許可されたためです。日本というのは日の昇るところという意味で、唐と対等であると主張したという説もありますが、どうもこの言葉は中国から見た東方を表していたに過ぎず、滅亡した百済が自らを日本と呼んでいた墓碑も発見されて、徐々に定説は変わりつつあります。ここに正式に中国に朝貢していた倭国の時代は終わり、中国と対等を主張する日本となり、ロマンあふれる古代史は終了を迎えることになります。ちなみに初期の遣唐使は北九州から壱岐・対馬を経て朝鮮半島を右に見ながら島津帯に進み、百済を経由し黄海に入って中国山東半島の延滞市あたりに着くという北路ルートで入島していました。延滞からは洛陽長安まで黄河を使用する水路陸路で約1ヶ月の旅程だったと言われています。1ヶ月であれば意外に早いイメージとなり、このルートを使っていた時代には遭難漂流はほとんどありませんでした。しかし日本と敵対関係にあった新羅が朝鮮半島を統一すると、五島列島から直接寧波を目指す南路に変わっていきます。この航路は難破も多く危険で、長安に至るまで3ヶ月ほどかかったと言われています。倭の五王は誰なのか。さて、ここまで中国のいろいろな資料を見てきましたが、古代の日中関係を語る上で最大の関心事は、中国の書籍に現れる卑弥呼と倭の五王とは一体誰だったのかということになります。皆さんも気になりますよね。そこで少し時代が逆になるのですが、倭の五王の方が否定が容易であるため、こちらを先に見てから最後に卑弥呼を見てみたいと思います。さて、この問題を見る前に、一つ知っておきたい天皇名に関する知識があるため最初に紹介しておきます。それは日本書紀を読んだことがある人ならご存知だと思いますが、
日本書紀に現れる天皇には和風の名前があったということです。奈良時代を代表する文化人に現存する最も古い漢詩集開封草の変者とされる近江三船という人物がいました。彼は特に中国の文化や詩に造詣が深く、歴代の天皇が亡くなった後に送られる詩号を762年から764年の間に一括して考案したとされています。何を言っているか分かりにくいかもしれませんが、神武天皇や雄略天皇など現代日本で一般的に古代天皇の名称とされているものは、近江三船が漢籍に関する知識や天皇の功績などを参考に決定したものとなります。最近では令和という年号が決まった時、万葉集から取られたため、歴代で初めて日本の古典から取られた元号だと話題になりました。現在の天皇は今上天皇と呼ばれるため令和天皇とは呼ばれませんが、亡くなった後には令和天皇と呼ばれることになり、その出典が日本の古典であったことは、初代天皇より漢風の詩号を基本としてきたため大変画期的なことでした。さて、長々と説明してきましたが、なぜこれを説明してきたかというと、第21代天皇となる雄略天皇の和名に注目していただきたいからとなります。雄略天皇は和名を大八瀬の若武スメラミコトと言います。和の五王の最後の王の名前が武であり、この武はこの雄略天皇の若武の武から来ているのではないかと否定されています。この当時の日本にはまだ漢字があまり入っておらず、武という漢字の訓読みである武という読み方が成立していたのかという疑問が残ることは残るのですが、日本書紀に記載される字跡も考慮して、和の五王最後の武は雄略天皇であることが現在ではほぼ確実視されています。ここで思い出してほしいのですが、草書には和の五王の関係が記載されているということです。草書に基づいて三、陳、聖、公、武の関係を見ていくと、陳は三の弟、聖と陳の関係は記載なし、公は聖の子、武は公の弟となります。これを天皇家の系譜に当てはめてみると、三は第17代李忠天皇、陳は第18代範蠡天皇、聖は第19代胤禛天皇、公は第20代安康天皇、武は第21代雄略天皇と否定することができることになります。なお、この和の五王については日本書紀になぜか具体的な記載が出てこないことに加えて、天皇家が中国に朝貢し侵入するわけがないという意見もあり、九州の部族長が和王を語って送った使者であるという説もあります。確かに中国へ使者を送ったというのは非常に大きな実績となるため、日本書紀などに記載がないことは不自然なのですが、現代では和の五王は一般的には大和朝廷の大王であったという説が有力となっています。卑弥呼は誰だったのか、そして古代史最大の謎、卑弥呼は誰だったのかということなのですが、これを語るには古代天皇の系統を解説しておく必要があります。なお、在位年は公式数値で表示していますが、この年代は神武天皇の即位を紀元前660年とするため改ざんされたものであり、信用できる年代ではありません。二代目水勢天皇から九代目開化天皇までは日本書紀などの書籍にもその名前が記載されるのみで、ほぼ具体的な実績が残されていないため、血史八代と呼ばれ実在が疑われています。10代目の崇神天皇が考古学的には実在した可能性のある最初の天皇と言われますが、これは神武天皇と崇神天皇の継承がなぜか2人とも初国白須スメラミコト、すなわち初めて国を統治した天皇と呼ばれるためです。初めて国を統治した天皇が2人いるという不思議な現象は、もともと初代だった崇神天皇の継承が後に大和王権の起源を古くするために創作された神武天皇にも及ぼされて同じ故障になったためではないかと言われています。さて、天皇の系譜を眺めながら卑弥呼が誰だったのかを確認していきたいと思います。未だに定説はありませんが、中国側の資料にあれだけ大きく取り扱われているということで、日本でもそれなりの地位で歴史に名前を残している人物である可能性が高いと言われています。ちなみに先ほども少し言及しましたが、この時代の義が小国の王に何の調査もなく真偽和王の称号を与えるわけがなく、それなりに調査した上での方法であるとされており、日本側で名前が残っていないのはおかしいということになります。ちなみに本当にいろいろな説がありますので、その中から特に有力なものに絞ってご紹介したいと思います。天照大神説、風土で有名な和辻哲郎が唱えた説で、神器は王を得るほどの卑弥呼に匹敵する日本古代の人物は天照大神であろうという主張になります。神々が争って天照大神が天の岩戸に隠れるエピソードが和国大乱に通じるという見方や、卑弥呼が没したとされる248年前後に皆既日食が起きており、これが天照大神が天の岩戸に隠れて太陽が出なくなったという話に通じるという説もあります。しかし平均寿命を考慮して天皇家の系譜から逆算しても、天照大神の年代は卑弥呼よりはるかに昔となるため矛盾するという指摘もあります。神宮皇后説、神宮皇后は第14代天皇、中愛天皇の皇后にあたり、中愛天皇崩御後は応仁天皇即位まで天皇不在の70年間にわたり摂政を務めていました。
明治時代までは正式に第15代天皇として初の女性天皇とする説もありましたが、大正時代に入ると正式に歴代天皇から外されました。その地位の高さや考古学的に推定される時代が一致するということで、有力な説の一つとなっています。日本書紀にその功績が詳細に残されており、九州の熊荘を討伐し、妊娠している身重の状態をして朝鮮半島に渡り山間を討伐したとされています。もちろんこれらの実績は作り話である可能性も高く、神宮皇后はその武断的な功績で有名なため、祭祀的な卑弥呼とは性格が異なりすぎるため疑問視する声もあります。大和トトヒ桃祖姫の御事説。大和トトヒ桃祖姫の御事は第7代皇霊天皇の皇女にあたり、国造りの神とされる大物主との新婚伝説や崇神天皇へ真意を伝える御子的な役割を負ったということもあり、卑弥呼説が最も有力と言われています。この桃祖姫の墓と言われるのが、邪馬台国畿内説の有力な候補地とされる奈良の纏向遺跡にある箸墓古墳で、正式に宮内庁により桃祖姫の墓とされています。この箸墓古墳は奈良に現れた最古の前方後円墳であり、卑弥呼の墓ではないかとされる場所でもあります。日本書紀が唯一その造営の様子を詳しく伝える古墳でもあります。しかし岸和神殿にある卑弥呼の墓の記載と形状が合わないため、疑問視する声も根強くあります。また卑弥呼が3世紀の人物であるのに対して、箸墓古墳はどんなに古くても4世紀頃の墓の可能性が高く、年代が合わないのではないかと否定する声も強くあります。このように残念ながら卑弥呼が誰なのかを特定するには至っていませんが、多くの古墳で今後さらに学術調査が進めば特定される日が来る可能性もあります。しかし古代の古墳はその多くが皇族に関係するため、調査がなかなか進んでいないのが課題ともなっています。古墳調査は天皇家のルーツに触れるため、大和王権は大陸から渡ってきた扶余系の騎馬民族政府王朝であるという説もある中、大変デリケートな問題であるため、なかなか調査は進みません。全国の前方後円墳は4700ありますが、宮内庁が立ち入りを禁止する古墳は900に上ります。ちなみに先ほど卑弥呼の墓ではないかとされる箸墓古墳を紹介しましたが、2013年になって初めて立ち入り調査が許可されました。しかしその内容については日経新聞が伝えるところでは、立ち入り調査をしたのは研究者16人、約1時間半かけて墳丘の最下段を一周し、地表に見える吹石や土器の遺物の状態、墳丘の形などを観察したという程度のもので、詳細な調査とはとても言い難いものでした。今後のさらなる調査が待たれます。ちなみに昔は卑弥呼は誰なのかということが学会でも大きな議論となっていましたが、最近ではその特定はあまり大きな議論にはならなくなってきているようです。まとめ。さて今回は中国側に残る資料から古代の日本の姿や日中関係を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。私個人としては古代の日中関係を考えること、そしてまだ答えの出ていない卑弥呼を考えることは最大の歴史ロマンの一つであると考えています。このチャンネルのコンセプト通り、歴史は最高のエンターテインメントです。中国にはまだ本格的に調査されていない遺跡がたくさんあります。そこから古代の書物が発見される可能性はまだあり、そこには国のことが書かれている可能性もあります。また日本でも古墳調査が進めば新たな発見があるかもしれません。2020年には箸墓古墳で、エジプトのピラミッド研究でも使用される内部に立ち入らなくても内部構造を知ることができる素粒子解析が行われるなど、調査手法も高度化してきており、さらなる進展が待たれる状況です。古墳から神話の世界と歴史をつなぐ新たな発見が日本でも中国でもあることに期待しつつ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。